瓦礫の中から一本あのひまわりが咲いて、それがすごく素敵だったので、近所 の, あの方たちがそれを、そこははるかちゃんが住んでいたお家だったので、はるかのひまわりとして語り継いでいこうと言って、阪神の時には語り継いで、そして今あの東日本の大震災が起こって、その種を、また宮城県とか岩手県とかに、福島県とか、その東北に届けて、またはるかのひまわりっていう種がどん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 咲いているっていうことですね。このシンボル、それがシンボルというふうに言われて、それで、ちょうどその復興のシンボルということでひまわりというのが、語り継がれてきたので、私たちも、去年からチームラマーズという形で、小さいことからでも始めたいね、それを長く続けたいねということで、始めたので、復興のシンボル、私たちのこの復興支援の時には必ずやろうという、テーマソングのようにして演奏している曲です。ひまわりという曲を、最後に聴いていただきたいと思います。Thank you.